ブルベージュの野原です。本日もオンラインストアにアップされた商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみとなっております。ご了承ください。お問い合わせの方はブルベージュのウェブスターの方によろしくお願いいたします。これから紹介する商品は、12月の8日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄の方ですね、そちらの方貼っておりますのでチェックしてみてください。まず T シャツからいきます。こちらチャンピオンの、プロダクツのタグついてます。サイズ表記 M 表記ですね。今チョコチンがついててリンガーのタイプですね。で胸に染み込みでプリント入ってます。まあ、程度かなり綺麗ですね。まあ、そこまで縮みも出てなくて M 表記で僕がピタッとするぐらいの、まあ、着丈は特に問題ないっていうサイズ感になってますね。こちらのお値段が7800円に消費税になってます。続いてもちろんチャンピオンティーなんですけど、タグがちょっと切れちゃってて少しかけらだけ残ってます。これもプロダクツのタグだと思いますね。でフットボールで黄色ネイビーボディに黄色ラバー、これも程度いいですね。でサイズ表記あるとしたらこれも M 表記かなと思います。ちょっと縮んで少し僕だとピタッとするようなサイズ感ですね。こちらの方でお値段7800円に消費税になってます。続いてもう一度チャンピオンティーですね。こちらトリコタグの XL 表記、88ボディの方ですね。でちょっと小穴があってっていう状態になってます。まあ、ただグレーボディに黒のラバーの3段めちゃめちゃいいと思います。しかもなんか文字の感じもちょっと変わったような感じですね。あとこの辺にも少し小穴がありますね。まだ全然なんか古着慣れしてる方とかそんな問題ないかなと思います。で XL 表記なのでまあ、僕いい感じに着れるサイズ感ですね。これはかなりいいと思います。僕はおすすめですね。こちら7800円で消費税になってます。続いてチャンピオンのベースボールティーですね。バータグのラージ表記 100% コットンの方ですね。白に袖が赤になっててこちらプリントは染み込みになってますね。でこの白のところにちょっとこの袖の赤が多分少し色移りしちゃっててっていうのが多少あります。 L 表記ベースボールティーかなり小さいんですよね。この辺女性着るとかなり可愛いかなと思います。幅は結構あるのでなんか今っぽいシルエットで着れるかなと思います。こちらの方も7800円に消費税になってます。続いてこちらナイキの T シャツですね。オレンジスウォッシュのラージ表記になってます。ちょっとこちらダメージが少し小穴ありますね。袖にナイキのロゴが入ってるタイプで、この辺人気ありますね。店頭でも結構よく売れます。でラージ表記で僕が、まあ、ちょうどいい感じに着れるサイズ感ですね。こちらの方でお値段が7800円に消費税になってます。続いてこちらチャンピオンティーにちょっと戻ります。ランタグの M 表記になってますね。白ボディにこちらラバーのプリントで赤のラバーでインディアヘッド入ります。かっこいいっすね。まあ、白ボディ向こうでアメリカの方でブリーチもかけてきているのでかなり綺麗な状態です。 M 表記で僕がちょっとピタッとするぐらいのサイズ感になってます。まあ、僕より小柄な方とか全然着れるサイズだと思うのでおすすめですね。こちらで15,800円に消費税になってます。続いていいっすね。タグはこっちの首元のタグがちょっとないんですがこちらの方にタグ L 表記残ってますね。チャンピオンのフットボール、もともと長袖だったんですがちょっと袖がぶった切られてますね。それはそれでありかなと思います。でプラスこちらその首元ですね、ちょっと切られていたところをこのちょっとリペアされててつまんでっていう感じになってますね。まあ、ただ遠目で見るとそんな違和感なくっていう感じだと思います。なおかついいのはこのプリントですね。15番染み込みで入ってて、なおかついいのが両面入ってるんですよ。これかなり僕好きなんですよね。まあ、L 表記っていうところで僕がちょうど着れるぐらいのサイズ感です。かなりかっこいいですね。こちらお値段19,800円に消費税になってます。続いてはフットボールなんですかね。形はタグはちょっとついてない状態なんですが、あとまあ首元ちょっとすれが来てて
あとこの辺もちょっと汚れ少しあるんですが、ステンシルが入っててかなりかっこいいですね。しかもなんかこのちょっとボーダーっぽくなんか生地がなってるんですよ。たまにありますけど本当珍しいと思います。でまあ少しちょっと細かいですけど小穴この辺も少しありますね。まあ、ただこの雰囲気なんでもうこれは このまま着ていただく方がかっこいいんじゃないかなと思います。サイズ感としては、まあ、表記あるとしたら L ぐらいですかね。ちょっと幅はそこまでないんですが着丈はある程度残っててっていう状態になってます。かっこいいですね。こちらの方がお値段が7800円に消費されてます。続いてシャツですね。こちらがキルティングネルファイブラザーのイータグです。 XL 表記でキルティングも中にちゃんとついていて、で配色いい配色ですね。でしかもこれ程度かなりいいんですよ、うん、生地もまだ張りが残ってる状態で本当数回洗われたぐらいなんじゃないかなっていう感じですね。 XL 表記で僕が普通に大きめに着れるサイズ感になってます。この辺こういう黒のパンツとかと合わせてなんかちょっとストリートっぽい感じでかっこいいんじゃないですかね。こちらの方でお値段が、7800円に消費になってます。続いていいシャツですね。タグがこちらのタグがついていてサイズ表記 L 表記になってます。こういうオンブレのこういうレヨンシャツ L 表記って L アップですかね。 L アップってなかなか見かけないと思うんですよね。あっても本当 M までって感じだと思うので本当サイズ大きいの少ないと思います。でこれに関しては程度もかなりいいですね。まあ、この辺のアイテムは、買い付けた時にその向こうでクリーニングに出してるのでそれもあってかなり綺麗な状態です。 L 表記で僕がちょうどいい感じ、まあ本当ちょうどよく着れるサイズ感ですね。すごくいいと思います。僕も着てますけど今日着てますけど本当この辺は人気あるのでぜひ持っておいていいかなと思います。こちらの方のお値段が 29,800 円に消費されてます。おすすめです。続いてスウェットですね。こちらが、青の刺繍の90年代タグですね。 XL 表記でこちら、ダブルフェイスのボディになっていてフードなしのこのポケット付きのタイプですね。で胸にはチャンピオンの目がついていてっていう状態です。程度としてかなりいい状態です。うん、もうリブとかもその伸びてないですしかなりいいですね。ほんと XL でしかもこれ結構大きめの作りになってるんですよ。ただ着丈がそこまでないので本当なんか今っぽくいい感じに着れるものだと思います。こちらの方でお値段19,800円に消費されてます。続いてじゃあリバースの無地の方ですね。タグがこちらの方ですね。ちょっと新しめの年代になってます。ただしっかり、アメリカ製のものになってますね。でなんか一見ちょっとなんか黒の色合わせかなって思うんですけどこれはおそらくそのステッチとかなんかいろんなところ見ていくとネイビーだと思います。では胸に目がついていて、まあ、ちょっとその体色とか焼けっていう部分はあるんですけどもう全体的な感じなんでその目立った感じではなく特にダメージも見られないですね。 L 表記で僕がちょうどいいサイズ感で着れますね。こちらのお値段が9800円に消費されてます。続いてもじゃ無地ですね。こちらは刺繍タグの XL 表記になってます。ちょっとダメージがこちらですね少しほつれてるところがあってっていう状態です。でも青のちょっと珍しい方の木の方ですね。でしかも目の入ってる位置がちょっとなんか中央に寄ってる感じがして、まあ、なんかたまにありますけど、まあ、なんか珍しいと思いますね。これも特に目立ったダメージはないんですがちょっとこちらの方ですね少し汚れが残ってる状態です。まあ、そこまで場所的にはあんま気にならないかなとは思います。 XL 表記で僕が大きめに着れるサイズ感になってますね。やっぱ需要あるところだと思います。お値段の方が 12,800 円に消費税になってます。続いてきましたね目出し。ただランズエンドとチャンピオンのダブルネームの方ですね。サイズ表記は多分こちらに書いてるはずなんです。多分ちょっと薄れちゃってますけどラージ表記だと思います。で、まあ、ただこう広げてみるとそのラージ結構縮んでる状態だと思います、ね、実寸ちょっと M に近いと思います。でちょっとこちらの下の方ですね少し小穴が貫通はしてないですけどちょっと
ダメージ来てますね。でその他は特に目立ったところ見られないですね、うん、いい状態だと思います。で僕がちょっと着丈が少し短く感じるかなっていうぐらいのサイズ感ですね、まあ、全然着れる人多いと思います。こちらの方でお値段が 12,800円に調整されてます。続いてもう一枚目出しきましたね。こちらはそのリバースのタグの本ちゃんの方ですね、刺繍タグの XL 表記になってます。じゃあちょっとこの辺も少しすれきててっていうちょっと避けちゃってますね。まだこの辺やっぱお好きな方多いんじゃないですかね。であとこの辺少し色がちょっと映ってるっていうのがありますね。ペンキですかね。ちょっとそこまで目立つ感じではないんですが、あとこの袖の方にも少しですねこういった汚れちょっと硬くなっちゃってるのが残ってますね。まだその分お値段に反映はしてますね、しっかり。あとこの袖の方とかも少し汚れ残ってます、まあ、XL 表記で、まあ、もう本当皆さんお分かりだと思います。本当需要多いところのサイズ感だと思いますね。こちらの方でお値段が9,800円に消費されてます。続いてフルスナップいきますね。こちらトリコの XL 表記になってます、こちらもちょっとダメージが少しリブの方ですねちょっと避けちゃってるところとかあって、またこの辺は雰囲気として着ていただければなとは思います。この袖の感じとか見ていただいても、そうですね、そのペンキの飛びとか、まあ、この辺もしっかりですね、ちょっと少しダメージもありますが、うん、で裏面はこんな感じです。ちょっとペンキ飛んでたり少し小穴多少あってっていう状態ですね。で XL ですがこれ結構伸び結構縮みが出てないっていう状態ですね。まあ、フルスナップってもともと作りちょっと大きいんですが、それでもそれよりもなんかちょっと大きめになってます。僕かなり普通にダボッと着れる感じですね。こちらの方でお値段が7,800円に消費されてます。安いですね。続いてリバースのこちらプリントですね。プリントものいきます。タグが刺繍タグの XL 表記になってます。ちょっとほんと細かいんですが、この辺ちょっとリブ少し擦れちゃってるところありますね。あとはこの腕の方ですね、少しダメージが来てます。ただこのプリント珍しいと思います。この青と赤この2色使ってるっていうのは珍しいと思います。でもこのひび割れのプリントですね、いいと思います。雰囲気ありますね。まあ他に目立ったところは特に見られないですね。で XL 表記でこれに関しては結構縮みが出てる感じになってるので、僕がなんか L 表記ぐらいの感覚でちょうどいい感じに着れそうですね。こちらの方でお値段が7,800円に消費されてます。続いてもプリントものですね。こちらは刺繍タグの XL 表記になってます。でネイビーボディ で赤と白のラバーの3段のプリント、こちらも日々割れちゃってますね。いいですね、うん、これに関しては結構程度綺麗です、うん、リブも全然伸びてなくて、うん、本当状態いいですね。こちらで XL 表記、僕がこれに関してはちょっと大きめですね。その余裕を持って着れるサイズ感になってますね。こちらの方でお値段が9,800円に消費されてます。続いてまあもうみんな好きっすよね、パーカー。ほんと少ないです。うちも入ってくるのはシュータグの L 表記、めちゃめちゃ程度いいと思います。紐も残っててっていう状態ですね。ちょっとこの辺の内側の方ですね、少し擦れちゃってるところありますけど、まあ気にならないと思います。で白ラバーのいい感じにひび割れてる雰囲気すごいありますね、うん、他目立ったダメージ特に見られないですね、うん、めちゃめちゃいいと思います。で L 表記なので僕がちょうど、まあ、私物とかでもこの辺のサイズ感で僕着てますね。こちらの方でお値段が 15,800円に消費されてます。めちゃめちゃいいです。続いてこちらは単色青単色の L 表記になってます、まあ、少しこの辺擦れちゃってるところがあったりとか、あとやっぱ一番大きなのここですね。その襟元裂けちゃってたのでもうリペアされてっていう状態になってます。またネイビーボディで白のラバープリントですね。やっぱ単色のパーカーってやっぱほんと出てこないので、この辺は押さえてもいいんじゃないですかね。
あと袖口の方ですね、こちらもちょっとダメージが、その入り口だったりとか少しこのステッチのところとか、そうですね、少しダメージがきてます。まあサイズが L で、短縮だと僕は気持ち小さく感じちゃうんですけどね、でも全然着れる人多いと思います。めちゃめちゃいいと思います。こちらの方でお値段 19,800円で消費されてます。続いてフルジップのパーカーですね。タグはついてないんですが、便性の方ですね、タグはついてないんですが、ジップがこちらのボータロンついてますね。まあ、年代でいうと60年代ぐらいですかね。今ひもも残ってていい状態ではあるんですが、ちょっとこの辺の汚れは少し残ってる状態ですね。他なんか気になるところはそこまでないかなと思います。ちょっと細かく言うとこの辺の少し小穴があるっていうぐらいですかね。これに関してはサイズ自体はちょっと短めな、小さめなんですが、形が非常にいいと思います。僕だとちょっと T シャツ1枚とかでピタってなっちゃうぐらいのサイズ感ですね。こちらの方でお値段が 12,800円に消費されてます。続いてこちらのビンスでのパーカーですね。タグはついてないんですが、ラグランスリーブで赤ボディ、赤の無地ですね。こちらも状態非常にいいと思います。なんかサイズがいいですね。タグついてて表記あったとしたら L 表記とかだと思いますね。まあ、僕も普通に着れるぐらいのサイズ感になってます。まあ、1枚、まあ、僕も今日これも着てますけど、まあ、なんか以上持っておくとかなり使えますね。こちらの方でお値段が 12,800円に消費されてます。続いてビンスウェの今度はプリントものですね。タグがこちらのタグついていて、87パーコットンですね。サイズが L 表記になってます。で、まあ、前部位のプリントがこちらラバーのプリントになってますね。いいプリントですね。で、程度としては全体的にフェード、その焼け少しあるんですが、こちら少しダメージがありますね。まあ、年代でいうと60後半ぐらいの年代になるんですかね。最速 L 表記ですが、ちょっとやっぱ便性縮むんですよね。僕だとちょっとピタッとするぐらいのサイズ感になってますね。またいいプリントです。こちらの方でお値段が 15,800円に消費されてます。続いていいですね、タグはちょっとついてない状態です。で、ボディの色も水色、ちょっとなんかこの配色珍しいと思いますね。しかもその海賊っていうかパイレーツみたいな、いいですね。ちょっとダメージは少し所々あるんですが、この辺はちょっと雰囲気として見てもらえたら僕らとしては幸いですね。少し汚れも袖の方ですね、ちょっと残ってる状態ではあります。あと背中の方もちょっとありますね。まあ、全体的に所々はあるんですが、その辺はなんかも味として思っていただければいいかなとは。サイズがいいですね。ちょっと伸びてるっていう感じもあるんですが、僕も普通に着れるぐらいのサイズ感になってますね。かっこいいと思います。こちらの方でお値段が 15,800円に消費されてます。続いて来ましたね、黒ボディの、まあ、インディアヘッドじゃないんですけど、そのインディアヘッドっぽいまあ、ソルジャーですねのスウェット、黒ボディ、しかもチャンピオンのランタグ XL、 ランタグで XL ってあんまり見かけないなって僕は正直思いますね。でも黒ボディでプリント、これフロッキーが剥がれたっていうプリントだと思いますね。めちゃめちゃいいと思います。で、すみません、ラグランのスリーブ でこれに関して程度なんですけど、こちらの方がちょっとダメージがきついのでリペアがされてるっていう状態ですね。まあ、ただ、まあ、後ろにもなりますし、そこまで場所的にあんま気にならないとは思います。いや、僕めちゃくちゃいいと思います。これはでも XL っていうのもあって、もう全然僕切れちゃいますね。これマジいいと思います、本当に。こちらのお値段が 35,800円に消費されてます。続いてこちらベストですね。ブランドがこちらラルフローレンになっていて、サイズ S 表記になってます。まあ、ダウンベストっぽいような作りになってますね。中綿のいいやつですね。で、程度もかなり綺麗な状態です。で、ボタンもついてるんですが、こちらジッパーもついてますね。S 表記なので僕はちょっ
と小さいですね。僕より小柄な方とかかなりいい感じで着れると思います。こちらの方でお値段7800円に消費されてます。続いて、ブラックのGジャンですね。品番が70506、サイズが40表記になってますね。で、赤タブもついていて、でこちらフォーポケのタイプですね。なんか全体的にそのなんか色が落ちてるっていう印象よりかはある程度色が残っててっていう状態ですね。なんか綺麗な状態です。僕こういうのすごい好きですね。サイズ表記40表記で僕がちょうどいい感じで着れる、なんか普通に変に大きくってわけでもなくちょうど着れるサイズ感ですね。これいいですね。こちらの方でお値段15,800円に消費されてます。続いていい色ですしましたね。パッチはこちらで70505のビッグイーのこちらライナーがついてるタイプですね。パッチ見ていただいたときにちょっとお気づきだと思うんですけど、48って多分当時書かれてるんですよ。ただサイズ感が縮んでちょっと46ぐらいになってます。まあ、ただ大きめのサイズなかなか出てこないですね。プラスこの色落ちすごい綺麗でいいと思います。襟元に多少スレがあってっていう状態ではあるんですが、まあすぐダメージがこう入ってくるっていうわけではないと思いますね。めちゃめちゃいい色です。本当に僕がこちらだとその余裕を持ってちょっと大きめに着れるサイズ感ですね。かなりかっこいいと思います。こちらの方のお値段は29,800円に消費されてます。ちょっとなんか安い気がしますね。続いてダウンジャケットですね。こちらタグはシエラの L 表記になってます。ネイビーの単色ですね。でスナップもついてるんですが、ジッパーも YKK ついてますね。こちらダウンに関しては程度かなり厳選して買ってきています。プラス向こうで結構念入りに洗濯もしてますし、であとは乾燥機にテニスボールと一緒に入れて結構ふっかふかの状態になってますね。L 表記で僕がちょうどなんか少し大きめに、まあ一番上に着るものなんでいい感じに着れるサイズ感ですね。こちらの方でお値段が12,800円に消費されてます。もう一枚ダウンですね。こちらブランドは、まあ、王道ですね。ノースフェイスの M 表記になってます。 USB 入ってて、でまあジッパーがちょっとこちらのジッパーで、まあ、80年後半の方ですかね。こちらの色で言うとネイビー、まあ、ブルーに近いですけど、ちょっとまあネイビーの色ですね。でこちらも程度に関しては綺麗な状態だと思います。裏面もこんな感じですね。少しこの辺がちょっと薄いですが少し焼けてるっていう感じは残ってますね。まあ、M 表記でこちらがさっきのよりは少し小さめですが、まあでも僕全然着れるサイズ感ですね。着れる方多いんじゃないでしょうか。僕も今年の冬ちょっと1枚ダウンジャケット、この辺のなんかいいやつあったら買いたいなと思ってるんで、かなりおすすめですね。こちらの方でお値段が12,800円に消費されてます。続いてミリタリーですね。こちらジャングルファティーグの、サードタイプノンリップの方ですね。こちら程度としては、まずタグがちょっとついてない状態にはなるんですが、目立ったダメージが特に見られないっていうのがいいところですね。袖の入り口、この辺見ていただいても綺麗な状態なんですが、こっちの左腕の方ですね、少しそんなに気になる方あんまりいないんじゃないかなと思いますけど、この辺ちょっと小さいのがあるってぐらいですね。まあ、裏面もこんな感じで綺麗ですね。まあ、タグついてサイズ表記あったとしたらスモールロングとかですかね。僕が普通に着れるんですが、着丈はちょっと長いかなと思います。こちらの方でお値段が15,800円に消費されてます。続いてこちらエボレットがついててっていうところですね。でしかもアジャスターついててっていうところです。ベトナムのジャングルファティセカンドになりますね。こちらもタグはついてないんですが、まあ、いい状態です。多分さっきのサードよりもこっちの方が程度がいいんじゃないですかね。こちらも袖口も問題なくっていう状態ですし、まあ、細かいですがこの辺ですね、ちょっと小穴がとかっていうぐらいですね。裏面もかなり綺麗な状態です。まあ、これついてるだけで全然違いますね、印象が。
こちらもサイズそのタグついてるサイズがあったとしたらさっきのと多分近いと思います。こちらスモールレギュラーですかね。僕がちょうど着れるサイズ感ですね。こちらの方で、お値段が 29,800円に消費税になってます。来ましたね。めちゃくちゃいいと思います。グリーンリーフのノンリップのサイズがミディアムショートになってます。一番重要なサイズですよね。しかもこれに関しては程度めちゃくちゃいいんですよ。その一回洗ったぐらい洗っただけなんじゃないかっていうぐらい本当もう生地もめちゃめちゃ張り残ってますし、本当綺麗な状態です。裏面ももう特に何も言うことないです。本当もうミントコンディションいい状態です。ミディアムショートで、まあ、もう皆さんお分かりだと思います。本当にいいサイズです。文句ないです本当に。こちらの方がお値段が 39,800円に消費されてます。続いて N4 ジャケットですね。タグがこちらの方になっていてサイズ36の表記になってます。こちらもかなり綺麗な状態です。その程度悪いのたまに入ってきたりするんですけど、このなんか裏地のダメージがあったりとか、本当もうボディも結構ダメージあるの多いんですけど、これに関してかなり綺麗ですね。ジップも全然こちら問題なく、こちらのエンドの方ですね、この字のこちらのコンマついてますね。めちゃくちゃいいと思います。でまあ US アーミーのワッペンが入っていて、で裏面もかなり綺麗な状態ですね。これもまさにミントコンディションだと思います。めちゃくちゃいいですね。ただサイズがちょっと小さめではあるので36、僕は本当 T シャツ1枚ちょっとピタッとするぐらいになっちゃいますね。着丈も少し短いのでちょっとそれもあって小さく感じますね。こちらの方でお値段が25,800円に消費税になってます。続いてバッグのご紹介ですね。こちらも形見て分かる方も多いと思うんですが、タグがこちら70年代の筆記体の LL 瓶ですね。でレザーのトート、サイズもいいですね。状態としてこの少しやっぱ擦れとかちょっと汚れ多少ある状態にはなっちゃってるんですが、まだ全然まだダメージが特に見られないのでその辺がいいところですね。あとこの中の方とかもちょっと光の加減でちょっと綺麗に映るか分かんないですけど、中も綺麗な状態です。まだまだ使えると思いますね。サイズ感で言うと僕が持ってこれぐらいのサイズ感ですね。いいサイズです。こちらの方のお値段が 39,800円に消費になってます。スニーカーを2足いきますね。こちらが80年代のオールスターですね。こちらインソールの方がこちらの囲みのインソールになってます。ではアテネノもついてるタイプ で色がいいですね。なおかつこのターコイズブルー珍しいですね。でソールの状態はちょっとこの US の表記とか消えちゃってはいるんですが、そこまですり減ってはいないです、でサイズがこちらは8ハーフになってますね。まあ、履ける方結構多いと思いますね。こちらの方でお値段が25,800円に消費税になってます。でもう一足オールスターですね。こちらは年代でいうと90年代のインソールになってますね。これに関してもなんですけど、色珍しいと思います。このグリーン本当ミントグリーンみたいな色ですね。珍しいと思います。コーデュロイとかでいうあのエメラルドグリーンと似たような感じの色になってますね。こちらも状態としてはこちらも USA の表記とかこのオールスターの表記ちょっとところどころ消えちゃってはいるんですが、ソールの減り自体はそこまでないですね。でこちらサイズゴールデンですね。9ハーフになってます。履ける方もめちゃめちゃ多いと思いますね。本当ゴールデンサイズです。こちらの方でお値段 19,800円に消費されてます。こちらアメリカ製の501になってます。90年代の方ですね。パッチ表記がウエスト36インチのレングス34インチになってます。で赤タグも残っていて、もうマッコンですね、毛羽立ってますめちゃめちゃ、オリジナルの線が残っててっていう状態になっちゃってますが、ここまで濃いのでやっぱダメージもそれがもうほんとないですね。綺麗な状態です。もちろんレングスもこちらオリジナルのレングスになってますし、で実寸のサイズがですね、ウエスト34インチのレングス32インチ、ちょっと乾燥機入れてっていうところでどちらも2インチ縮んでますね。
僕はちょっとサイズ自体は大きいんですが、この辺サイズはまる方はのり付けして履くのもかなりおすすめじゃないかなと思います。こちらの方でお値段15,800円に消費されてます。続いてこちらは赤耳モデルですね。こちらも結構色残ってます。ちょっとこの膝下の方ですね、少し色がちょっと変に落ちちゃってっていうところはあります。こっちの右足の方もですね。でパッチ表記がこちらウエスト38インチのレングス32インチになってます。では赤耳なのでこの刺繍のタブで、まあ、チェーンステッチ、トップボタン裏がこちらちょっと数字がないものになってますね。またとかは特に問題なくっていう状態ですね。まあ、レングスも、まあ、こんだけ当たりが出てればっていうのもあってオリジナルのレングスで、まあ、もう当然耳付きですね。実寸のサイズがですね、ウエスト36インチのレングス29インチになってます。結構ギュンギュンに縮んでますね。この辺の短めのレングスとかもかなり需要多いところだと思うのでおすすめです。こちらのお値段15,800円に消費になってます。最後なんですが、こちらゴムシダブル X、 めちゃめちゃこれ雰囲気良くないですか。僕かなり好きな感じの色です。いいっすね。ダブル X の隠しレベルついてるんですが、もうこれ見た時点でちょっと気づかれる方も多いんじゃないですかね。46モデル、その対戦モデルと同じ生地を使われてるってことですね。こちら切りっぱなしとこちらのリベットですね。それがあるのでこういうすごいいい色に仕上がってるんだと思います。でなおかつレザーパッチもこちら残ってますね。綺麗に残ってます。まあ、ここまでのなんか荒々しい感じなので正直ちょっとダメージっていうところはちょっと正直多いです。ポケットとかもそうですし、ここちょっとステッチが外れててちょっとこちら開いちゃってるところもあってっていう状態です。まあ本当ご覧の通りなんですけど、この辺のそのすれちょっと小穴とかは正直あります。で表面の方は、まあ、ペンキの飛びと本当もこの膝部分とかこのもも部分とかのダメージありますが、もう本当この雰囲気はこう作ろうと思って作れるものではないと思うので、プラスちょっとここ裾上げがされちゃってます。まあ、こっからあたりなんかちょっとどうにか出してっていう感じになるんですが、でまあ当然耳もついていてっていう状態ですね。股部分に関しては綺麗な状態になってます。サイズの方が実寸がウエスト30インチのレングス28インチになってます。僕がちょっと短めでなんかいい感じに履けそうなサイズ感になってますね。めちゃくちゃいいと思います。かなりかっこいいですね。こちらのお値段198,000円に消費されてます。本日のご紹介は以上になります。新宿のタワーレコードの方でですね、ベルベージュのうちのイベントの方も開催しておりますので、そちらの方も合わせてよろしくお願いします。